ことぶき浴場は愛知県春日井市、ことぶき町26にあった公衆浴場。戦前に公衆浴場として開け輸し、1954年に制定された春日井市ことぶき町の由来にもなった。1964年には経営者が交代し、2012年10月30日に閉輸した。ことぶき浴場戦前の東カスガ鳥居松村には、 陸軍造兵省の鳥居松製造所があり、周辺で唯一の浴場として、ことぶき浴場があった。1943年には、春日井氏が発足している。管理人の赤坂文夫は、町民の事務手続きや、個人的相談にも乗るほど顔が広く、1954年9月15日に、春日井氏大和やわたあざ門ぎみのみが、区画整理事業によって、 春日ガイ市小町となった際には、町名の決定にも関与している。区画整理前の昇時時代からの居住者は少なく、数少ない公共的施設として、小峠浴場があったため、町名に採用されたのである。春日市、カツ地区で映画館、勝川シネマを経営していた、鏡ガミ14冬は、テレビが普及するにつれて、映画館の収支が悪化するのを実感していた。 旧東京オリンピックが開催された1964年、鏡はついに、勝川シネマを閉館させた。前年の1963年には、ことぶき屋上の払い下げを受けており、鏡は1964年に、銭湯、ことぶき屋上の営業を開始した。当時は自宅に風呂がないのが、当たり前の時代であり、皆裸で銭湯に通っていた。鏡は、 風呂屋なら長く営業できるのではという打算から、とぶき浴場を開業させたのである。経営者の鏡がみ14冬は30代後半で、とぶき浴場を開け湯させてから、86歳で閉湯、する2012年まで一人で銭湯を切り盛りしていた。鏡は番台に座り、女湯の脱衣所の主婦や、コーヒー牛乳を飲み干す老人を眺めた。愛知県公衆浴場業。 生活衛生同業組合によると、2012年時点で、春日市内の銭湯は、ことぶき浴場も含めて4軒にまで減っていた。鏡は、平湯まで、いつもと変わることなく、営業を続け、ことぶき浴場は2012年10月30日に、平湯した。2019年時点で、春日市内の銭湯は、名鉄小牧線味吉駅の目の前の銭湯と、 カスガイ駅から近い銭湯の2軒にまで減っている。浴場で真上に直立する太い煙突には、ことぶき浴場の文字が刻まれている。地元のカスガイ市では、裸での付き合いができる名物銭湯として知られた。開湯時間は15時30分であり、閉湯時間は23時。定休日は水曜日。駐車場もあり、車での来訪も OK。露天風呂はないが、電気風呂はあった。 ことぶき浴場では燃料に焚き木を用いており、着火までに時間がかかったり火加減が難しいのだが、客からはしばしば湯あたりが優しいと言われるという。なおこのお世辞は科学的な根拠に基づくものではない。ありがとうございます。